こんばんは、ゲームの学校です。スタークラブ育成シミュレーションカルチャビットを始めていきたいと思います。前回アジアチャレンジトロフィーに入れる座がセミ負けてしまいましたね。ちょっとモチベーションが心配ですが、相手は6位、それでも強いことは変わりはありません。キャピタル東京戦。ゴールキックですね。惜しいですね。なんとかです。ノーホイッスル。外に出ますね。相手ボールをスローになってしまいました。さあこれは危ないぞ。さあゴール前高さがあります。アンドル、これに速い。どこに行ってんだ。人はいなかった。そこに誰もいませんよ。危ない危ない。さあ相手ボールすごいから結構危険な領域されております。またボールが、これはフリーキックですね。相手の直接決められた。下を向くな。すいません、勝てる気がしない。ゴール前、緑に少し横飛び。まもなく前半終了です。近いし、まだ
Thanks. すべて同点へ。やってしまった。イエローカード。緑、またノーヒッスル。選手変えた方がいいね。中盤を変え、やっぱり中盤を変えていきましょう。状態というところですね。クルミ1点返した。すべて同点には。さあ残り10分。苦しくなってくる。時間がどんどん浪費される。さあアイシャータイムは1分。さあラストチャンス。お、無情の笛。いや、決められてしまいます。なんでろう。相手はどんどんゴール前へ、ボールを寄せてきます。自分がこれを決めてしまう。これ前者横飛び。これも強烈でしたね。ちょっと角度が悪い感じ。どうか別か。これは角度が悪かった。これようやく一矢報います。くるみのボレー鮮やかでした。相手もちょうど運動量が落ちてきた時ですね。これは無情。相手も時間稼いでたんですよね、直前に。
ね、たくさんいただきました。強力、やっぱり強いチームでした。うわ、窓か、しかも怪我。これは辛い。これ、エルガード欧州からは5点差。3位転落です。チームで会うことは間違いないが、似たようなものか。ある程度は筑波大学の方が上ですね。こちらも強豪チーム、しっかり勝っていきたいところです。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。これまでのカルチョビッターの記録ですね、プレイリストより説明欄、プレイリスト説明欄に載せております。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、キャピタル東京は強かったということですね。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。